今日も見てくださりありがとうございます。今日は鶏むね肉のしっとり煮の夕飯です。で、分量はこれです。うちはコクマロソを使ったけど、簡単酢とかそういう調水で大丈夫だと思います。お鍋にごま油を熱します。で、お鍋から薄煙が出てきたら鍋が温まったよっていう合図なので、鶏肉を皮の面から焼きます。でね、これちょっと私解凍するのを待ちきれなくて、あの半解凍状態で焼いていってるから、鶏むね肉がこうシャンとしてます。できればね、本当はしっかり解凍してから焼いた方がいいけど、待ってない時には半解凍でも OK です。で、裏返して裏面にも焼き色をつけます。ジュージュー良いサウンド、この音でね、すごい音好きです。ジュージュー音好きです。で、もう一枚の方もかなり無理やりだけど、もう入れちゃいます。で、まだ中がほら全然溶けてないからシャンシャンしてますね。で、裏返します。あら、裏返さなかった、またごめんなさい、すいません。で、今日お昼にあげた動画、なんか音と何作業が合ってなかったですよね。なんであんななっちゃったのかちょっと謎なんだけど、見にくかったですよね。本当申し訳ないです。自分で確認したときにはね、普通だったんだけど、どうしちゃったんでしょうか。はい。で、これ調味していきます。分量ここに出てるこれです。で、ざっくり混ぜます。で、蓋をして10分煮ます。で、今回うちはもう半解凍でかなり分厚い鶏むねだったので10分にしたけど、しっかり解凍したむね肉で、あの程よい大きさだったら、あのそうだな、6分とか8分とかとか、そのあたりでも全然大丈夫です。で、これゆで卵を入れていきます。で、ね、無理やり入れちゃったから、これねなかなか身動きが取れなくて、あー卵が転がっていったとかなってます。宿泊しました。で、卵に避けてもらってと思うんだけど、なだれを起こす。でね、もう最終的には諦めましたね。で、卵を入れてから蓋をして7、8分炊きました。でね、卵がほらなんていうの、ちゃんと使ってないから、片面だけに似た色がついても美味しそうに見えないから、くるくるっと回してね、なんだ炊いていきます。説明下手かってもういつも思う。もうどうしよう、もう言葉足らずだし説明ベタでごめんなさい。はい、今日はこんな感じの夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。で、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。
インスタもやってるので概要欄にリンク貼ってあります。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。